インディペンデンスは、オレゴン州ポーク郡の都市、ウィラーメットガー西岸、オレゴン州道51号線沿いのモンマス西方に位置する。セーラム大都市圏に属する。旧市街地30スクエアブロックは、アメリカ合衆国国家歴史登録財として登録されている。2010年国勢調査で、の人口は8590人。1845年6月、 ミズーリ州インディペンデンスから移住してきたエルヴィン・エイトープが現在のインディペンデンスの地を訪れた。その後彼は現在オールドタウンと呼ばれる地区に小さな町トープタウンを作り定住した。トープは生まれ故郷のインディペンデンスという名前を採用しその後この町はそのように呼ばれるようになった。1847年11月14日ヘンリーヒルが ウィラメット川西岸 1.6km 四方の土地の領有宣言を行った。その20年後の1867年、ゴールドラッシュから帰ってきたヒルは、元の土地に40エーカーの土地を取得、後にヘンリーヒルズタウンと呼ばれるようになった。そして1885年2月26日、トープタウンとヘンリーヒルズタウンが合併、インディペンデンスが発足した。 ヘンリーヒルの名前は、その後小学校の名前に採用されている。1920年に撮影されたインディペンデンスのダウンタウン1950年代までインディペンデンスは、周運、鉄道の積み替え地点として発展した。また、1890年代から1940年代までは、ビールの原料であるホップの産地として知られており、 ホップフェスタが1930年代初頭から1950年代中頃まで開催されていた。しかし、ホップの生産は1950年代から低下し始め、インディペンデンス市もその頃から衰退し始めた。1960年代までインディペンデンス市街地には主要な幹線道路が通っていなかったが、 1964年8月14日にインディペンデンス州立空港が開港、交通アクセスが改善された。アメリカ合衆国国勢調査局によると、インディペンデンス市の総面積は 7.30km、そのうち陸面積が 7.07km、水面積が 0.23km である。また、ウィラメット川の支流である。 ハッシュクリークがインディペンデンス市内を流れている。以下のデータは2010年国勢調査に基づく。基礎データ人種別人高校生世帯と家族年齢別人高校生以下は2000年国勢調査に基づく。収入と家計、ジョン・マッカードル。デモクラティック・パーティー・オブ・オレゴン。2015年10月2日、閲覧。2018US、ギャザティア・ファイルズ。 アメリカ合衆国国政調査局2020年2月12日閲覧 ABCUS センサスウェブサイトアメリカ合衆国国政調査局2008年1月31日閲覧 US ボードオンジオグラフィックネームズ United States Jobarojackle Survey2008 年1月31日閲覧 Newton, Sydney, Early History of Independence オレゴン、P1、オンメインストリートオブワラメット、シックバレータウン、インデペンデンス、ポークカウンティ、オレゴン。ファームセキュリティアドミニストレーション、オフィスオブォーインフォメーションフォトグラフコレクション、LCASF34 から 020639E、ライブラリーオブコングレス、2011年3月31日、閲覧。テレサノバーク、A ヘッディンサクセス。オレゴン。 S.Agricultural Progress Archive オレゴン州立大学2020年4月26日閲覧 United States Topographic MapUnited States Jobalogical Survey 2016年3月7日閲覧 Population and Housing Unit Estimates2019 年6月4日閲覧 Census of Population and HousingCensus.gov 2015年6月4日、閲覧。ありがとうございます。